演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらミスタードーナツのタピオカソーダ3種類とベリー台湾茶を飲んでみたいと思う。ジャスミンティーだったな。どれも美味しそうですね。タピオカ去年結構入りましたけど、今年もまだ来てるんですかね。先日のドミノピザのやつといい、これもいろいろもちもちできそうですね。それではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。まずはこちらから飲んでみたいと思います。これ多分ピーチソーダだと思うんですよね。あ、ちょっと入りにくいな。では飲んでみます。もちもちは誰も共通ですね。からその上でさらに加えるなろから。はい、マスカットです。綺麗で締めたいですね。では、まずこちらのジャスミンティーにつきましては、これを見てもらったのは分かるんですけど、ちょっとピン越しの色の隠れで見えなかったんですが、こんな風に果肉が入っていましたね。なのでその果肉のつぶつぶの口の中で噛むことができて、甘酸っぱさが今まで美味しかったです。ただこんだけ氷があると全部吸うのは無理ですね。ちょっとそこだけ残念でしたので、こちらの訂正とさせていただきます。そしてこちら3種類のタピオカソーダ、まあソーダ、ソーダでちょっと炭酸しわってきて最初失敗したかなと思ったんですけど、飲み進めていくとだんだんソーダの中ですね。でちょっと一つ訂正したいんですが、最初に飲んだこれがライチでした。で2つ目のこちらがピーチです。ちょっと最初間違えたので訂正しておきますね。ライチは割とすっきりした味わいで、ちょっと味が薄いかなとも思うのですが、タピオカのもちもち食感を楽しむことができたので、まあ、一番タピオカを感じることができたかもしれないですね。でピーチはじゃなくてこちらピーチは桃の甘さ、マスカットもマスカットの甘さをそれぞれ感じることができて、とっても美味しかったです。ちょっとそうなんですよ、ライチはちょっと地味かなとも思ったので、ライチはこちらの点数、残り2つはこちらの点数とさせていただきます。果汁を感じたい方にはこの2つはおすすめですね。ミスドのタピオカドリンク今年もやっていますね。でもまだ種類がありますね。それもチェックしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞言うの忘れて